はい、皆さんと、ね、過ごした2時間、おとのは第4回無事に終わりました。またね、第5回第6回、予定してます。で今度6月の26日にですね、今度はピアニストの、納屋正彦さんというもう66歳ぐらいの方なんですけど、この方をちょっと東京から、お呼びしてですね、まあ、ピアノとあとベースの人その友達連れてくるようなので、ちょっとしたジャズとで、その時私もちょっと参加させていただいて、クレソル、出てまたこのステージで、楽しい時間を過ごしたいと思います。こうやってあの友達どんどんつながって広がっていくといいなというふうに思ってますので、もしよろしければお時間があればまた今回遊びに来ていただければかなと思います。今日はどうもありがとうございました。